毎度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 ジュエリーです。今日は YouTube とか Twitter とかファニコンの DM とかそういうので最近よく聞かれる質問に答えていこうと思います。1年ぐらい前、めちゃくちゃ前に1回やったんですけど、それ以来質問返答みたいな、なんかそういうの全然できてなくて、最近はなんか雑談のついでに好きなタイプはみたいな、なんかそういうのしか言ってなかったと思うんで、ということでまったりやっていきましょう。まずこちら、東京ゲームショー行くの？今年もね、呼んでいただきました。本当にありがとうございます。やっぱりね、実況者なんで、誰がなんて言うと実況者なんでね、厚かましく参戦させていただきます。で、東京ゲームショーなんですけど、12、13、14、15かで、12、13はビジネスデーっていうので、12、13が一般公開デーっていうので、13と15、ここをですね、ここに行きますの予定です。多分今年もやることがあったらね、その辺のコンビニで缶ビール買って飲んでくれてると思います。いやでもほんまにありがたい。今年はもしかしたら呼ばれへんかもしれんと思ってたけどね、今年はまたこんなやつを呼んでいただいて本当にありがとうございます。はい、続いて、お仕事は？これもね、結構ね、未だによく聞かれますね。お仕事は、今はもう、これ、ここ YouTube だけでやらせていただいております。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。でも YouTube って結構不安なところもあって、明日どうなるか分からへん仕事みたいな。何があるか分からないようなね、仕事なんで。もしかしたら、まあ、来週ぐらいは、橋の下で住んでるかもしれないですね、私は。はい、まあ、そうならないように頑張ります。続いて、住まいは？ですね、大阪です。でも何にも隠しきれへんと思うけど、大阪です。大阪生まれ大阪育ちです。で、今はなんかね、東京に住んでるって思ってる方もね、何人かいらっしゃるみたいで、事務所が東京にあるからかな、何かと東京にいるの方が便利な説があるからなのかもしれないんですけど、まあ、東京にね、住んでる体でお話をされることもあるんですけど、大阪におります。大阪って言ってもゴリゴリの大阪っていうわけじゃなくて、ちょっと海から遠いとこなんですけど、将来はなんかもうちょっと海とね、海に近いところに住みたいとは思ってます。海があって、川があって、山があって、田んぼがあるところ、そういうところに住みたいですね。あと生協来てほしい。生協、大阪パルコープみたいな、そう大阪か。続きまして、スポーツ、過去にやってたスポーツとか、前言ったかな、これ中学の時はバレーをやってたんですけど、バレーボール、バレーやってた時ユキと同じコートにいました。そうか、ついでにか、ユキちゃんとの関係もね、よく最近聞かれるんですけど、ユキは中学の時からの大旬でございます。で、バレーのコートで私がセンターの前衛で、ユキが隣のライトっていうポジションについてましたね。中学の時バレーしてたやろ。で、3歳から5歳やったかな、3歳から6歳やったかな、んかどっちか忘れたんですけど、スイミングスクールに通ってたらしいです。で、なんか3歳4歳5歳ぐらいでバッチバチになんかクロールとかしてたみたいで、だから肩幅なんかこんなになってんのかな。もっと華奢が良かったんですけど、まあしゃあないですね、これは。なんかそのバタフライまで行って、十字円になって、嫌やって、その5歳、6歳の頃の私が、もう嫌やってやって、やめたみたいです。でも最初は、みんなと一緒の普通のコースで泳いでたみたいなんですけど、なんか途中から、なんかセンスが、水泳のセンスがあったようで、自分で言うのもないけど、水泳のセンスがあったみたいで、なんか育成コース、なんかワンランク上の上級者コースに来ないかいみたいなことを言われたらしいんですけど、せっかく誘ってもらったのに水着がダサいから断るっていう。水着がダサかったんやろな、多分。結構ダサかったんでしょうね、多分。その頃の私には。その頃の私が今の私の格好見てどう思うよ。続いて、体のことですね。
長は身長。これもね、なんか生配信とかでやったら普通に言ってんのかな、どうなんやろ。162です、多分。だから服とかも全部これ M サイズです。もう全部 M サイズ、もう M サイズの人M サイズの人です。あ、これな、胸重くないの、肩こりは、あの巨乳がバレましたっていう、あの健全な動画を出してから、あの結構ね肩こりをね心配してくれる人が多くて、言うたらブラジャーしてるから全部さ、この重みがここに来るんよね。確かに肩は凝ってると思うんですけど、肩こりの痛みがどんななのか分からへんぐらい多分肩凝ってるとは思います。でも昔その高校生の時に少しだけ整骨院でなんかお手伝いをさせてもらってた時があって、その時にあの先生にねちょっとだけマッサージしてもらったんですよ、肩の。ほんならめちゃくちゃ凝ってるって言われました。確かにな、確かに。どれぐらいね、どれぐらいあるんかな、測ってみます。ちょっと測ってみようか、ちょっと知りたくなってきた。計量器、これ計量器、これできるかな。ラッキーあるじゃん、計量器。ゼロに合わせて乗せるちょっと待って、これ乗せるしかないよねでもさ、これさ乗せたらさ、この体の重みがこうなるからさ、割となんかそう、え、でも待ってちょっと待って、これさ1キロまでしか、多分な1キロまでしか測られへんのよ。1キロまでしか測られへん、あ、最大容量1キロって書いてた、見えるかな、最大容量1キロって書いてる。これ底つくんやけど、これ全然そばつくんやけど、ちょっと待ってな、調べるわ。これ計測負荷 Google 先生で調べてみます。出た、 F カップまでしか乗ってない。これ F カップまでしか乗ってないけど、 F カップの時点で1キロ超えてる。さすがにそれは肩こりますわ。はい、続いては、結婚するならどんな人。少し前までは付き合うならとか、なんかそういうね、1年2年前とかまでは付き合うなら好きなどんな人とか、好きなタイプはどんな人みたいな感じでよく聞かれてたんですけど、なんか最近になってやっぱ年齢なんですかね、年齢なんでしょうね、きっと。もう結婚っていうワードがねすごい飛び交ってくるようになりまして、うん、まあ、結婚する前にまず相手を見つける物語から始まりますもんね。これはねすごいね、すっごいややこしいダンジョンの中にね迷い込んで今ね冒険中なんですけども、こんなね私みたいなね文才がね答えるのは厚かましくて申し訳ないんですけど、結婚するならやっぱりね人に優しくできる人、なんだろうね。例えばよく言われるのがお金の問題ですよね。収入がいいとかはやっぱりね大事だと思います。お金って人から余裕を奪うというか、まあ、お金がなくなったら余裕がなくなったりで、それでなんか人間関係悪くなったりとか、そういうのがあると思うんで、やっぱりねお金は大事だと思うんですけど、それはねやっぱ大人2人いればどうにかなんか生きていく分には協力し合ったらなんとかなるんじゃないかなって思っちゃったりするんで、お金の面は何かあっても2人で乗り越えたい、まあ、働かずダラダラしてるのはダメですけど、まああとイケメンであったりなんちゃらであったりとか言われると思うんですけど、やっぱりね優しい人がいいです簡単、単純、もうめちゃくちゃ単純やけど、なんか人に優しくできる人がいいですね。もう誰にも、誰に対しても人に優しくできる人がいいです。はい、いいですね。あとやっぱ酒好き、釣りも好き、ゲームもしたり、趣味一緒やったら嬉しいですね。あ、ご飯をよく食べる人、人がご飯食べてるところを見るのめちゃくちゃ好きで、今多分私の YouTube の履歴ね、あの誰かがなんか食べてる動画で埋め尽くされてると思います。まあ最近聞かれるのはそんな感じですかね。はい、ということで、まあ、最近よく聞かれる質問にまったり答えていきました。まあ、こんな私ですけどね、何か質問などあれば全然コメント欄とかに書いていただけたら、まあ、今日みたいにまとめて答えるんで何でも聞いちゃってください。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上ジュエリーでした。ほなまたね。